どうも、しんみゃんです。お願いします。というわけで今日はですね、昔から高校時代からちょっと通ってた駄菓子屋さんに、今日はバイト終わりに行きたいと思います。はい、ちょっと今バイトが終わりましたんで、今市場の寺町通りですね。はい、でここの近くのちょっと高校生の時ぐらいからちょっと通ってる駄菓子屋さんに行ってみたいと思います。はい、というわけでちょっと自宅に戻ってきました。はい、ちょっとね、駄菓子屋さんの撮影がちょっと NG だったので、はい、今回はちょっと部屋で、はい、ちょっと懐かしのお菓子を、はい、食べていきたいと思います。結構ね、大人買いしました。はい、ちょっと1000円分買おうかなと思ってたんですけど、まあ、結構ね、ちょっと人もなんかバーって入ってきて、もうちょっと混んでたんで、まあちょっと、はい、パパーっと買いましたけど、ちょっと懐かしいですね。僕、そうですね、僕ちっちゃい頃食べてたんは、まあ、チョコバットが一番多かったですかね。はい、なんかどっちかっていうと、塩っ気のあるしょっぱいお菓子よりかは、そのチョコレート系、あとはビスケット系だから、もうチョコとビスケット入ってるんで最強ですよね、チョコバットは。はい、というわけで、まあチョコバットも今日はね、ちょっと買ってきたんですけれども、まあちょっと最初にまあしょっぱい系のやつもちょっと食べていこうかなと。はい、まあそっからですね、まあ後半にチョコレート系、はい、チョコ系食べた後に、なんかそのポテチとかそういうしょっぱい系のお菓子食べるとちょっと味がわからんくなってくるんですよ。なんで、はい、まあ、ちょっと先にしょっぱいなんかスナック系のお菓子から食べていきます。やっぱりちょっと定番はうまい棒ですよね。やっぱこれ定番ですよね。何種類か買ったんですよね。これサラミ味で、サラダ味、これ明太ですね、定番の明太子味、あとなんかね、牛タン味とか、まあ照り焼きはね、なんか中学ぐらいの時にね出てきた記憶はあるんですけど、こう牛タンもあって、牛、あとこれ焼き鳥味で、とんかつソース味。はい、ちょっとこんだけ買ったんですけど、まあうまい棒先に、やっぱ定番の明太子からちょっといただきます。あー、ちょっと懐かしい、ちょっとピリッとした感じのね、牛タン塩味、どんな味なんやろ、ね、明太子より薄いですね。いただきます。牛タンの塩っぽいお肉の味もある感じです。焼き鳥味はちょっとコーティングもなんか焼き鳥のタレっぽい感じの、野菜サラダ味、野菜サラダ味、こんな感じで、これは何本か明太子と一緒で、この野菜サラダも昔からあって、なんか結構食べた記憶あります。照り焼きバーガー味ですね。これは中学ぐらいの時に出たんですよね、出てきて、まあ、これも結構食べてました。中学のその学校行く途中に駄菓子屋さんあったんで、そこ一旦寄って、もしくは部活の帰りとかに寄って、はい、そこの駄菓子屋さんでよく買ってましたね。サラミ味、ああけどちょっと、そうか、寄せてますね、これはだいぶ。あーけど美味しい。とんかつソース味いきます。うん、これとんかつソースは完全にキャベツ太郎です。はい、キャベツ太郎を寄せてます。いやけどめっちゃ美味しいです。うまい棒は以上です。ありますで、これちょっとね、懐かしいなと思って買ったんですけど、やったーめんって、これね、なんか当たりが出たら50円分当たったら50円のお菓子また選べるんですよ、これ当たったら。懐かしい、これまだあったんやな、びっくりした。はずれでした、ちょっとはずれだったんですけど、はい、けどこのお菓子
もう結構ね、あのミニサイズでちょっと食べるときに、はい、便利で。ベビースターに比べたらちょっと固めなんですよ。で、だいぶ味濃いっす、ヤッターメンって。とりあえず100円当たんのとか夢見て買ってましたね。千原ジュニアさんがテレビで言ってたんですけど、これね、よっちゃんイカ、よっちゃんイカと思ってたんですよ。僕もよっちゃんイカって言ってたんですけど、これカットよっちゃんなんですね。そう、これよっちゃんイカ、よっちゃんイカってずっと言ってたんですけど、カットよっちゃん、カットよっちゃんが正しい名称なんですね。まあちょっとどうでもいいんですけどね。まあまあそういうことで、はい。で、このタラタラしてんじゃねえよ、その食べる側に言ってるんかなと思ってたんですよ。タラタラしてんじゃねえよって。違ったんですよ、これよっちゃんイカに言うてるんですよ。ここによっちゃんって書いてあるんで、はい、よっちゃんタラタラしてんじゃねえよっていうことでね、ここによっちゃんイカ4人いますよね。よっちゃんイカ4人に言うてますよっていう、こうもうバチバチですわ。はい、もうこれバチバチの、はい。ただ個人的には僕よっちゃんの方が好きなんですよね。まあちょっといただきます。懐かしい。あれ、こんな柔らかかった？タラタラしてんじゃねえよ。いただきます。ただこれは皆さんに言ってるわけじゃなくて、よっちゃんに言ってます。これちょっと辛いんですよね。モロッコヨーグルト、これこれヨーグルトではなくて、まあ駄菓子なんですけどね。これなんやろ、これこれラムネみたいな砂糖菓子やとは思うんですけどね。名前が分かんないんですけど、これもね、今なんかやっぱ値上げはしてない代わりにちょっと列が一段減ってるって言ってましたね。あの駄菓子屋のあのおかみさんも言うてましたわ。これもよう買うて、はい、こうやって刺して一個ずつ刺して食うてたんですけど、なんかお餅っぽい、お餅みたい、グミではない、お餅っぽい感じで、こうやって3つぐらい刺せるのかな。そう、3つぐらいこう頑張って刺して、これも一気に食べたい人はこれで3つ一気に食べるっていう。これこそ銀歯泥棒。なんかこっちの方がいっぱい入ってる。味一緒っすね、味一緒っすわ。ちょっとラムネに行こうと思います。箱タイプのラムネ、これこうやって前歯なくなるわ。これ泡玉も買いました。カメレオンキャンディー、ちょっと黒いんですよね。こっから味が変わるっていう、チョコレート系の駄菓子、日本一長いチョコ棒、こんだけ長い。ビッグチョコ、チョコバット、こちらで締めたいと思います。果たしてホームランは出るのか。アウトでした。中がちょっとしっとり系、ちっちゃい頃からの味というわけで、今回はですね、ちょっと懐かしの、はい、駄菓子を食べてみました。はい、まあちょっとね、あのお店の方は撮影 NG だったんですけれども、ちょっと行きつけのね、
あの昔ながらの駄菓子屋さん、はい、そちらの方ちょっとお邪魔して、ちょっとこんだけ駄菓子ちょっと購入させていただきました。はい、次回の動画はですね、京都のお土産とか、まあ、そういったものもちょっと紹介したいなと思っております。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。よければグッドボタン2回押してください。しんみょんでした。